この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきます。田部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日の東京株式市場ですが、為替ですね、これが1ドル113円台の動きをしておりまして、それを受けてですね、堅調な状況で、取引を開始したということですね。ただ、今晩、ニューヨーク感謝祭でお休みと、いうことですね。それとあとその後もですね、こう休日続いたりとかするような状況になりまして、25日ですね、短縮取引なんかもありますので、半分休日のような状況ですね。そういった中で、ちょっと徐々にこう手控え要因がこう出てきているのかなというふうに思うんですね。で、円安を手がかりに輸出関連株などをこう買われていきまして、今グラフ出てますけども、寄り付きからどんどんこう強くなっていったような状況にですね、こうなっているという、ごめんなさい、これ冷やしですね。ここ2週間ぐらいの間に2000円ぐらい株価を上げておりまして、結構ですね、高値警戒感なんかも出てくるところですね。でも円安を手がかりに輸出関連などのですね、売買代金、活発になっておりまして、こう買われていると。その一方で、最近ちょっと買われていたメガバンクなどがですね、動き少し良くないなという状況ですね。やはりこれから先ですね、皆さんもどこまで行くのか、どうしたらいいのかという考えが徐々にこう出てくるのかなというふうに思っております。はい、株高ドル高が進んでおりまして、トランプトレードというふうに言われてますけれども、はい、まだどうでしょう、続くんでしょうか。そうですね、このトランプ次期大統領ですね、拡張的な財政政策を、打ち出しているということで、具体的な金額まだ出してないんですけれども、それに対してこう金利が上昇する反応をして、そしてドル高にこうなっているという状況ですね。なんですが、これ問題点もちょっと何点かありまして、何が問題なのかと言いますと、アメリカの上院の方でですね、2015年の10月30日の時にですね、決まってるんですけれども、連邦債務の上限の引き上げですね、これを盛り込んだ、2016年と2017年のですね、会計年度があるんですけども、それの予算案ですね、これを可決しているんですね。そして、ですね、この連邦政府の債務の上限はですね、2017年の3月、来年の3月まで、引き上げが認められてはいるんですね。それであと歳出額の方も2016年度と2017年度の合計で、800億ドルへの増額も、その2015年の10月31日の時点で決定しているということですね。ですから、このため、2017年1月から、トランプ新大統領になるわけですけれどもですね、まず債務の上限問題について改めて取り組む必要があるんですね。そして、財政出動の規模は現時点ではまだ固まってはいないんですけれども、経済政策の立案とかですね、取りまとめの遅れ、こう決めていかなくちゃいけないものがありますので、ですからやっぱり内容も不十分なものになったりして、なんでこういうものなのというようなことにですね、こう意見が出てくる可能性もあるので、そういったことを少しずつこうマーケットの方に気づいてくる時期にこう差し掛かってきている、まだ今ではないですけどもね、そういう時期に来ているのかなという感じもしております。はい、債務上限問題ってこれまでにも忘れた頃に出てくるっていうのが何回かありましたよね。そうですね、財政の崖とかね、いろいろ言われて一時期ちょっと大騒ぎしたことがあったんですけれども、その辺ですね、合わせてまたこう蒸し返されるというかですね、ちょっとこう注意しなくちゃいけないかなと思っております。わかりました。はい、では東京市場内容的なところを見てまいりたいと思います。はい、日経平均21円高ということで、午前中に比べると伸び悩みということですが、業種別ではプラスになっているのが輸送用機器、精密、非鉄、電力、ガス、陸運、このあたりです。マイナスが銀行が 2% の下落になってきました。不動産、水産、農林、海運、その他金融、このあたりもマイナスになっています。物色傾向いかがでしょうか。
そうですね、画面に出ている通り輸送用機器が買われている、これトヨタの上昇がもう全体輸送用機器を引っ張っているわけなんですけども、自動車株全面高ですね、日経金も牽引していたわけなんですけども、これも徐々にちょっと買いの手少し弱まってきているかなと思うんですね。やっぱりその終値ベースで年初来終値ベースのですね、年初来高値を更新したということですね、これで目先の達成感ということと、あとその感謝祭を挟んで短縮取引も挟んで、お休みですのでね、そういったこれからオーバーウィークでポジションを持っていいのかどうかということもですね、そういった避ける投資行動というのが徐々に業種別にもこう現れてきているのかなということですね、でもトランプ政権に対する下げ高期待感というのはまずはございますので、おそらくこのところの相場って押し目らしい押し目がなかったので、押したところをですね、こう買っていきたいという投資家の動きはそんな変わらないかと思うんですね、でも先ほども言いましたけれども、具体的な財政政策の内容が問われるようになってきたとすればですね、手掛けにくさ今の相場少し現れてくるかなということですね、じゃあどのタイミングでそれが出てくるのかというとですね、私おそらくですね FOMC、2月のあごめんなさい12月のですね13、14で FOMC 開催されますが、そこで一旦ですね金利を絡めた為替面のちょっと ピーク感みたいなものが少し出てくるのかなと思うんですね。ですから、徐々にですね、そこに向かっていく可能性はあるかと思うんですけれども、そこを意識してですね、おそらく中小型株とかテーマ株とかですね、そちらの方にマーケットの目っていうのは向かっていって、年末特有の日本的な相場にこうなってくる、日本的な相場って何かっていうところもありますけれども、ちょっと銘柄個別でね動いてくる、材料株なんかが動くような相場にこうなってくるかなということをちょっと想像しております。わかりました。では新興市場についてお伺いしたいんですけれども、こちらはどのようにご覧になってますでしょうか。はい、新興市場に関しましてはですね、やっぱりその中小型株の材料の的なものがやっぱりこう動いてきていて、日替わり商いをしてますので、なかなかちょっと落ち着いてないところもあるんですが、テーマ物色ですね、カジノにも現れてきておりますし、その他自動運転なんかもですね、一部個別では動きがありますので、やっぱりこういったところをですね繰り返し、循環物色されていくという、相場がもう少しが始まりつつあるのかなというふうに思っております。ただ指数を今見ておりますと、なんか頭が重くてですね、下にいそうな雰囲気があるんですけれども、やっぱりそのマザーズの主力株はですね、ちょっとこう動きがあまり良くないですね。例えば創生とかもそうなんですけども、医薬品株の動きの中にちょっと乗っていけなかったりとかですね、ということがあります。ですから、指数全体の重しになっているのが、創生とかですね、ちょっと一部の大型、マザーズの中では白く大きめな銘柄がですね、動きが悪いので指数全体は動き良くない。ただ個別に見ていきますと、日替わり商いはしておりますが、中小型株ですね、テーマを絡め、そして循環物色されているというようなちょっとこう状況が見受けられるかなというふうに思ってます。はい、ではそのあたり今日上昇目立っている銘柄ということで、いくつかいかがでしょうか。はい、まずですね、プラネットですね、2391のプラネットなんですけれども、こちらの銘柄ですね、2016年の、第一四半期ですね、これ8月から10月が第一四半期なんですけども、それの決算発表しました。営業利益はですね、前年同期比で、21% 増ということですね、2億700万円からで着地しております。これ主力の EDI、電子データ交換サービスなんですけども、これで通信処理 データが増加しまして、売上高の方はですね、2.3% 増と、販売管理費の減少なんかも助けてくれまして、利益を押し上げたということですね。それで2017年の7月期、今期のですね、営業利益は前年に比べまして、2.5% 増える7億という予想は据え置いているので、ちょっと第一四半期の着地の仕方から見るとですね、もう少し上振れてくるんじゃないのかなという期待感、株価の方その辺でこう上振れてという状況ですかね。それとあとですね、6090ですね、6090のヒューマンメタボロームテクノロジーズですね、よろしいでしょうか。これうつ病関連のバイオマーカー測定試薬キットですね、なんですけども、これが完成したと
ということですね。このフィールドテストを目的に、提供を開始すると発表しました。このキットはですね、国立のですね、精神科とか神経の医療研究センターがあるんですけども、そこの河村医師との、共同研究によりまして、成し得たものということですね。ちなみに試作のキットは平成30年の3月の、販売開始が目標だということで、こちらも新しい動きとしてちょっと材料にですね、跳ねたというような状況になってますね。そんなところです。はい、ではそちらのスタジオから引き続きお願いします。はい、それではこちらからはですね、銘柄個別の動きということで、今日はですね、4293のセプティーニをご紹介いたします。このセプティーニですね、今こうチャート見ていただきたいんですけども、決算発表をした後にですね、株価の方がこう下がってきているような状況ですね。会社側はですね、通期の予想を会社側としては提示しないんですが、各アナリストとかですね、個別の予想に対してちょっとこう収益の見方が慎重であったりとかですね、各アナリストのちょっと見立てが、期待感が大きかったりしてですね、ちょっと株価の動きの方が決算後下がってきたというところで、今全体の相場の上昇につられて少し上がってきているという状況です。この会社はですね、インターネット広告の代理店でございまして、もう今スマートフォンでインターネット広告いろいろしますけれども、パソコンから始まってですね、非常に高いシェアを取っていたということで、それをスマホの方にどんどん変えていって、収益を上げてきたということですね。いろいろ事業を多角化していったんですけども、今本業集中を図っております。で、スマホ向けの広告中心に、広告主とこう直接取引ということで、広告主自体にですね、間にこう代理店とかませないで、直接こう広告をいろんなところに提示していく取引をしていくということですね。非常にですから、大手のお客さんを多く抱えているというところですね。それで7、9月期の広告取扱高がちょっと 3% 増ということで、これが今までもう 20%、30% 四半期別で伸びていたのがちょっとこう弱かったということですね。それで10、12月の当期利益の計画は 68% 増ということで、これ達成できるのかって少しこう気迷いみたいなものが出てしまったのかなということなんですけども、今の動画広告を中心に、販売に注力しておりまして、受注の方もちょっと増えてきているという状況ですかね。先行投資などもピーク感出てくる可能性がございますので、おそらくマーケットが少し心配している部分はですね、徐々にこう取れてくるんじゃないのかなというふうに、思っております。こちらからは以上です。はい、内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきました。